駅前ロータリー駅入口ホーム駅名標。イラストは、春日公園春日駅は、福岡県春日市春日元北町5丁目にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB04。相対式ホーム2面2線と、京城駅舎の設備を有する地上駅である。上りホームの鹿児島側にこもごもセクションが存在する。JR 九州サービスサポートが、 駅業務を行う、業務委託駅で、切符売り場、サポート機能付き指定席券売機の何でも私に聞いてください。どからぞ、自動改札機、ポス端末などが設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は4701人で、ある。近年の1日平均条項、乗車人員は以下の通り、春日市の北東部にある。 駅から春日市役所まで250メートル程度の距離で、駅周辺には住宅が多く立ち、クローバープラザや福岡県営春日公園などの公共施設があるが、商業施設は500メートルほど離れた西鉄春日ガ、現役周辺地域に多く立地している。県道56号が線路をまたぐ形で立体交差している。駅出入口はこの県道56号に直結している。 県道56号線上に停留所がある。AB、鉄道記録長2003年3月、レールファン第50巻第6号、鉄道友の会、2003年6月1日、21ページ。AB、白木原駅を、大野城駅に改称へ。交通新聞、P2、交通新聞、P1、JR 九州が、話せる、券売機。日本経済新聞電子版。 2020年4月1日閲覧。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2020年12月23日閲覧。ありがとうございます。